はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。横尾マーク2です。いろいろ最近アップ動画が遅れて申し訳ないんですけど。ね。ちょっと最近忙しくて、昨日と一昨日動画投稿など、YouTube の方、できなかったわけなんですけど、今回は、リクエストいただいたので、動画を、リクエストされた動画の方、紹介をしたいと思います。私のコメントなんですけど、私のね、YouTube のこの動画です。第3弾、今回第3弾なんですけど、この小田急三万役さん、私の友達なんですけど、ボクシーやノアの紹介はどうですか？ですけど、残念ながらノアをちょっと探してて、まだ見つかってないので、紹介できるかわかんないんですけど、あとこの方、フェラーリ234、絶版トミカ、フェラーリ234さんなんですけど、絶版トミカの紹介やってくださいってことで、もうそれにお答えして、今回は、絶版トミカの紹介とやっていきたいと思います。絶版トミカっていうのは結構あるんですけど、これってボクシーって今絶版だったんですけど、わかりません。違いますかね。ボクシーはまだありますね。107番で。ノアが確か廃盤になってしまったんですね。ボクシーです。これは小田急三万エクセさんからのリクエスト。ボクシーは色が黒くて非常にツヤツヤしていてかっこいいですね。なんといってもテールライトクリアカラーにちゃんとなってきてね、非常にかっこいいです。アクションは、左右ドア。スライドドアなんですけど、開きます。僕は小さい時にかな、買ってもらいました。ブリスターだったね、気がします。トヨタボクシー、107番。スケール、67分の1スケール。です。はーい。中国製です。あと、廃盤っつったらいろいろあるんですけど。絶版ね。はい。これ、福島県の復興祭、いわきの復興祭とかで行って、その時に被災された方だからよくわかんないんですけど、方が、立ち、だから、フリマっていう、フリマってありますよね、フリーマーケット。あれで、フリマだったっけ？バザーみたいな感じになってて、それで買ったトミカです。はい、日産のフェアリディーゼットですね。かっこいいです。傷結構ちょっとあるんですけど、僕は別にいいです。で、アクションは、サスペンションと、左右ドア開閉です。こんな感じです。ね、結構はけてたり、塗装はけてたりとか、クレヨンの色がちょっとこのようにね、出すんですけど、非常にかっこいいです。で、この絶版になる前の、ナンバー55番で、現在はね、フェアリディ Z ロードスターです。同じフェアリディ Z ですね。で、58分の1スケールです。はい。はい、あとこの間最近買ったこれですね。トヨタのエスティマです。これも絶版トミカでね。結構、色はダサいというか、ちょっと変な色なんですけど。ね、かっこいいです。アクションは、サスペンションはついておりませんが、後部ドアが入ってます。箱にはスーパースピードっていうのが書いてありました。よくわかんないですけど。はい。で、後部ドアこんな感じで開きます。結構緩いです。ナンバーはもともと99番でした。だったそうです。現在は日産セレナだそうですね。65分の1スケールです。少々お待ちください。今日最後のトミック
か第3弾最後の紹介のトミカです。はい、これはね、マツダの MBV です。いやね、ちょっと懐かしいっていうのはね、思い出があるトミカなんで非常にね、大切に扱ってます。なので傷が全くないですよ、本当に。これはね、どういう意味でもう人間ね、すごい方と、まあ亡くなったおばあちゃんが買ってくれたって、まあ今はちょっとね、死んじゃったんですけどね、僕のおばあちゃん買ってくれましたね、懐かしいので、僕は貴重に、まあ、保存してあります。ちょっと懐かしい思い出があるトミカっていうかね、はい、その車です。僕にとってはね、ナンバー88番で、現在はエルグランドだそうです。65分の1スケールです。 MPV がね、非常にかっこいいです。アクションはサスペンションと後部ドア開閉です。後部ドア結構硬いです。今回はまあ長い動画になりましたが、ご視聴ありがとうございました。リクエストをお待ちしております。まあリクエストした方は、まあ次回の第4弾なので紹介しますので、ぜひリクエストお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。